よし、始めようか。モンスターファーム2実況第4章。前回までの第3章、総一郎くん編では、冒険をメインに頑張ってくれまして、その甲斐もありまして、今、再生できるモンスター、レアなモンスターが3種類います。バジャール、火の鳥、ジョーカー。もうどれもね、育ててみたいモンスターではあるんだけど、やっぱりどんなモンスターが出るかわからないドキドキワクワク感、それをまず感じたくないってことで、いつも通り神殿で3枚またね再生しまして、でその3体がうわこれはジョーカーにも火の鳥にもバジャールにも勝るほど育てたいって思うモンスターだったらその子を立てたいし、もしもあ違うなって思ったらその子たちを使って、ジョーカーとか火の鳥とかバジャールの再生に使っていこうかなと思っております。ってことで、今回再生する3枚のテーマは、子供の時に衝撃を受けたというか、この CD があって今の僕がいるみたいな、そういう CD にしようかな。ってことで1枚目、ペニシリン。これですよ、もう今の僕を形成したもう一番影響を受けた曲っていうのはやっぱりペニシリンのロマンスなんですよね。あれでやっぱりビジュアルショックを受けたんですよ僕は。なんだかんだやっぱりベスト This is ペンシリン1994から99、確かこれにロマンス入ってるの、あ入ってるはずだ。うん、じゃあこれでいってみましょう。来い。うわーマジでそうなの。今俺だいぶ再生できる状況になってるんだけど、それでも再生できない。すげーぜ白英さん、マジか。何が出るんだ、想像つかんね、これは。じゃあ気を取り直して次は黒夢。いや黒夢がね、僕にねベースの音のかっこよさをね教えてくれたと言っても過言ではないと思うんですよ。その中でもね一番思い出深いのは、俺がねちゃんとしっかり VK を一番最初にちゃんと買った CD はこれかもしれない。そうペンシリンとかはね、俺いとこの影響もあってね聞いたりしたんだよね。いとこが貸してくれたりして、でこの黒夢のドラッグトリートメントは俺がしっかり聞きたいと思って買った CD なんですけど、これもダメ。おお、どうなってんだよ。白英さんに清原さんにどうした。やっぱすごい、もうレジェンドクラス、カリスマは違うんだよ。じゃあどうする。じゃあまあ一応最後の CD いこっか。やっぱこれでしょ、セックスピストルズ。いやーこれにはすごい僕はね衝撃を受けましたよ。ピストルズは、パンクロックの第一人者って言ったらすごい語弊があるね、多分ね、多分その前にもいると思うんだよ。だけどねやっぱり代表的なパンクロックと言ったらピストルズ、もしくはクラッシュ、もしくはダムド、そこら辺かな。でピストルズね、僕が好きな理由っていうのは、そもそもうちの親父がこれのレコードを持ってて、それを聞いたのが始まりでもあるんだけど、いややっぱりねベースのシドビシャス、彼の存在が大きいね。もうミスターパンクロックと言ってもおかしくない生涯を彼は遂げまして、若くして亡くなられたんですけども、簡単に言えばすごいクソガキですよピストルズは。でピストルズのちゃんと出したアルバムってこの勝手に仕上がれ、この1枚しかないんだよね。その1枚だけで消えてったね、すごい、それも伝説的なバンドではあるんですけども、パンクロックってそもそも音楽的に見たらどうなのっていうね、そういう議論もすごいあると思うのよ。簡単に言うと全然歌うまくないし、演奏だって そこまで別にうまくはない。だけど伝わる何かがあるんだよ、怒りをすごい感じるんだよね曲から。だから音楽ってのはさ、何もあーいける、素晴らしい。そう、何も聞きやすいとかね、聞いてて楽しいとかだけじゃないんだよ、メッセージなんだよ音楽ってのは。そういう懐の深さもね音楽はあると思うんです。さあパンクロック、このちらつき方知らんぞ、誰だ、モノリス、しかもガリいやいやこれはイメージないよ。ピストルズのさ CD からさモノリスでガリだよこのギャップすごくない賢さだけいやこんなツボってんの俺だけかもしんないけど、これ分かる人はすげえ面白くない。いや全然真逆じゃんって、ピストルズのこの気性の荒さとは全然逆の存在。だってモノリスって性格いいもんね、確かいいよね。うわーこの子もいいな、
めっちゃ育てて。だけどさ、賢さと丈夫さはさ、これは一緒に伸ばすの難しいよね。いや、面白いモンスターではあるけど、育てないかな。じゃあ相手の名前はマルコムで。本当はね、マルコム・マクラレンが良かったんだよ。マルコム・マクラレンは一体誰なんだって話なんだけど、まあ、ピストルズの、まあ、仕掛け人だよ、プロデューサーみたいな。うん、彼がそもそもセックスっていう名前のパンクファッションブランドを立ち上げてまして、そこに入り浸っていたクソガキ4人ぐらいを集めて結成させたのがセックスピストルズなんだよね。だから裏で糸を引いてた悪い大人、悪い大人って言ったらなんかあれだよね、ちょっと悪いかもしれないけど、カリスマですよ。彼もまたカリスマ。ちょっとマルコム君見てみよっか。まあやっぱり丈夫さが伸びるよね、モノリスは。いや、賢さ丈夫さをね共存させるのは難しい。スキシルクの布絶対言わない。あ、激悪なんだ。あ、激悪なの。あ、なんかこれこう見るとさ、ますますさ、マルコム・マクラレンっぽくない？スキシルクの布、まあファッションでしょ、で激悪で嫌いだな戦うこと、まあ、自分ではやんないんだよマルコム。あ、しかもなんか技多いし、なんだこいつは。え、すごくない？え、技が4つもあるよ。すでに賢さ技持ってるって相当すげえ。え、何これ、当たりじゃん。わ、めっちゃ当たりじゃん。どうしよう、育てる気ないけど、なんかすごいこの子貴重。はい、バロックス。表面に浮かび上がる神の模様を見ることができない人間は悪魔の使いなのである。何言ってんだよ全然何言ってるか分かんないけど見ることができない人間は悪魔の使い。あ、じゃない、 みんなは見れる、これ真ん中のさ、ガリの顔。見れない人は悪魔の使いだよ、気をつけて。そしたらこの子は一旦冬眠させましょう。いやー、面白いなモンスターファンもこれだから、なんか収縮しただけ。うん、そしたらもうピストルズのことをね、 もっと語りたくてしょうがないんですよ。ほんと個人的にはピストルズの何がすごいってさ、あのエリザベス女王の記念式典の日にピストルズは地上からその演奏することを禁止するってまさか国から言われてんのね。国から言われて、あ、じゃあ地上からできないんだったら俺らは船の上からするわっつって、船の上から記念式典に向かってゴッドセーブザクイーンって曲を歌うので、ゴッドセーブザクイーンってもう女王陛下万歳って曲名だけど、中身は全然違って、お前に未来はないってずっと歌ってんの、やばくない？まあそういうエピソードとかもね、すげえパンクらしくてかっこいいなと思ってますます好きなんですけども、実際にやったらもうただのやべえやつだから。そしてどうしようかな、もう一枚ぐらい再生しよっか。もう一枚ピストルズ言っていいかい？っていうのがさ、そう、ピストルズがねちゃんと出したフルアルバムっていうのは勝手に仕上がる一枚なんだけど、もう一枚ね特殊なものがありまして、グレートロックンロールスインドル、これはねピストルズが作った映画があんだよ。いけるか、いけるわ。それの、まあ、サントラ、これのレコードも持ってまして、僕は子供の時聞いてました。おっと、これは見たことあるようなちらつき方、なんだろうこれ、ラウなんとコメントしたらいいか、とても可愛いとは言えないだけど強え、力、あ、力があって、ライフ高っ。え、これ初期値すげえ高くない？ライフ172あって、さらに回避154、力もある。まあだけど育てないかな。じゃあこっちはマクラレンで。はい、マクラレンちゃんは合体用に使おうかな。とりあえずデータ見とこっか。まあ初期値はすげえ高い、合計値774、結構すごいね。好き、遊ぶこと、あ、性格いいんだ。この子は何の合体だっけ。技はこんな感じで、はい、名前はウッキー。ラウーとハムの合体だね。まれに女性ブリーダーに変われることもあるが、必殺技を覚えさせないように育てるらしい。なんで。さあ眠ってもらって、寒いね。どうしよっか、やっぱりね再生しましたけど、バジャールとかヒノトリとかジョーカーよりも育てたいと思うモンスターはいなかった。ってなると作っちゃうか。はい、合体です。じゃあベースは何でも変わんねえんだけど、まあとりあえずマルコム、うん、マルコムをベースとしまして、まあマルコムもね育てようと思えばもう一回再生すればいいし。さあマクラレン、彼も入れると。で別に彼らの合体を育てたいんじゃなくて、僕は今回第4章も決めました。マスク、こちらを使いましてあのモンスターです。
こいつは隠し味になりそうだ。相性はあまり良くないけども関係ない。ジョーカーが絶対にできるんです。いけ、決めました。第4章はジョーカーです。なぜかというと、また、ね、誕生、かっこいい、かっこいいのよ。バジャールもヒョウトリも育てたいんだけど、結局ジョーカーのこの魅力には勝らなかったんだよ。かっ、ちっちぇー、まかしこさだけすごすぎる。命中もね、回避もあって、あ、力もだな、ライフもあると。あー、2桁なのは丈夫さだけで、これは危険な感じがするやつだな。そうなんですよ。さっき使ったマスクなんて人の顔に張り付いちゃったりしたんですよ。呪いのかかったマスクか。さらに研究する価値がありそうだな。ま、しっかり育ててくれ。さあ、誕生しました。まあ、どうして今回ジョーカーを育てたいかって思った理由なんだけど、まあ、単純にデザインが好き。それと、僕にはまだね、達成しなくちゃならない目標があるんですよ。っていうのが殿堂入り。四大大会制覇して最後に出てくるポリトカ、もしくはモスト、彼らを倒してやっと殿堂入り。そこを目標にしていくんだけど、火の鳥は正直めちゃくちゃ強いの。よりかはやっぱりちょっとチャレンジャー精神っていうか、もう育てづらいと有名なこのジョーカーを使って達成したいなと思うんだよ。ってことで名前どうしようか。まあやっぱりマルコムとマクラレンから生まれてるから、結局マルコムにしたいなって思っちゃうとこあるんだよね。こいつ悪いし。だからその悪い雰囲気を緩和するためにひらがなにしたら、マルコム。一文字消したら、マルコ。あー、柔らかすぎるな。であればカタカナでマルコ。あー、そうね。カタカナマルコだったら、なんかイタリアのさ、ね、マルコさんっているじゃん？そういう感じじゃない？うん。マルちゃんからちゃんとイタリアの人になりました。マルコ、あ、マルコいいじゃん、合ってるわ。オッケー、じゃあこの子、第4章はジョーカーマルコでいきましょう。いやー、激悪で好き、寝ること、嫌いがミルクもどき。そんな赤子が飲むなんか飲まねえよなんて感じなんだ。で、うわー、早速あんじゃん、デスエナジー。え、マジで、あ、なに、絶対あるもんなの、ジョーカーってマスクから再生したら。え、すごいね。そうですか。デススラッシュ、デスナックル。え、な、技多くない？あ、そっか、あれだ、あの、お父さんのマルコム、あの、ガリのモノリスのやつ、あいつが技いっぱい持ってたから継承したんだ。サンキューマルコム。いやー、すごい。レア度が B、 ジョーカー、その告白さから封印されていた。現代に蘇ったのには何か理由があるかもしれない。怖えよ、そんなの俺扱えんのかよ。よし、頑張ろう。第4章、マルコ、マイル。まさかこの俺がジョーカーを育てる日が来るなんて。いやー、いいね。いや、見てたいね、なんかずっと。どんな動きすんの？おー、振り回しますよ。殺される、ブリーダーが殺される。さて、育成方針だけど、やっぱりジョーカーといったら賢さをがっつり伸ばして、そして開幕デスエナジーというこのコンボですよ。命中率 S だよ、マジか。そしてね、ジョーカーってね、覚える技がね、そもそもかなり使えんだよ。うん、そういうところもあるから、いや、早速こんなにいっぱい技持ってるのは嬉しいわ。で、やっぱり性格は激悪、これは覆らないかな、うちのファームでも。まずお手並み拝見。相当ね、ジョーカーは育成が難しいと噂なんだけど。うわぁ、全然懐いてくれなさそうだもんね。お、うわぁ、早速、早速こいつ居眠りしてますよ、皆さん。すごい、嬉しい、嬉しい、いや、嬉しくはない、伸びるけどね。いや、どうする、この子ってさ、激悪のまました方がなんかいいような。だから激悪だとすげえ育てづらいのよ。やっぱりね、性格を良くしたい。叱ろう、一回。すごく安、うわー、全然ダメだこいつ。いいね、クソガキ、クソガキ最高か。無理だって、何言ってんだよ、生まれたばっかだぞ。さてさて、最初は油草育成とかしないで、まあカラギマンゴーを使うような育成方針でまたやっていこうかなと思うんだけど、4週目にはちゃんと、うん、夏味噌を揚げてストレスをなくして、てかストレス、うわー、顔が今ご尊顔がちょっと見えましたね。どんな顔してんだこいつ。こ
怖えよ、こいつ怖えよ。うわ、振り回すなよ。わ、寝るときもあの鎌は離さない。もう自己防衛本能が強いんだよ。もう誰も信用しないんだよ、こいつは。あ、何が好きなんだろう。様子見る？ジャガーは。いや、わかんないか、ここじゃ。で、ミルクは嫌いなんだよね。何が好きなんだ？ゼリーとかあげてみる？なんか変色っぽいもんね。野菜絶対食わないべ。肉とお菓子しか食わないような、そういうなんかクソガキ感も感じるから、一旦ゼリー。いや、これは何の反応も、何の反応も示さない。ただの作業、ただ食べるという栄養補給するだけの作業。あ、出ました。見てこれ、ダイヤのマーク。いや、すごっ。あんね、そう、あのゼリーもどきをね、あげるとたまにね、ダイヤのマークっていう、これを5枚貯めると楽しい缶詰っていうのがもらえると、たまに出るんだよ。もうチョコボールかのような、子供の頃欲しかったんだよね、楽しい缶詰。俺も欲しかったチョコボールの缶詰。もらったことないわ、確か。あ、いや、1回ある。銀のマークね、銀のエンゼル5枚集めてもらったわ、確か。ああ、金のエンゼルなんか見たことない。いや、嬉しかったな。そう、もらったわ。そう、姉ちゃんと妹と頑張って集めた覚えがあるわ。で、修行なんて行く必要ないよ、しばらく。うん、超必殺技を覚えさせるくらいでいいんじゃない。だってデスエナジーあるんだよ。このデスエナジーにさ、俺もう何回煮え湯を飲まされたか、強えんだよ。じゃあまず銃取りいってみるか。瞑想、賢さ、命中回避をまずは伸ばして、ピークの時に力も伸ばそうかみたいな。ちゃんとやった。え、偉いじゃんマルコ。え、マルコ偉いじゃん。え、ガッツポーズした。お前しかもめっちゃ伸びる。生まれてすぐこの伸びる、すごくない？いや、やっぱりジョーカーもめっちゃ強いよ。いや、この第4章はもしかしたらいけるかもね、殿堂入り。今からそんなこと言ってていいのかって感じもするけど。あ、で、あのさ、魔法の壺を使ってバジャール再生して、炎の羽使って火の鳥再生して、アイテムボックス開けた方がいいよって思うんだけど、まあでも2つぐらい別にいいっしょ。いや、やっぱり個人的にはね、育てるモンスターは再生したてで、この気持ちを上げて育成したいっていう気持ちがあるんですよ。あ、待って、円盤好きのかけらとかあったじゃん、そういえば。あー、いや、まあ別にいっか、売ろっかな。で、大ゴモもあるし、 あ、そうだ、これもあるんだった。あ、でもこれはまだね、あの、足りてないんだよ。大きな車庫は圧迫してるな、確かに。いや、まあなんとかなるよ。でもお金足りな、2900ゴールド。まあ、とりあえず体着マンゴー買っときます。で、売っちゃおうか。やっぱり銀の塊圧迫してるし、うん、だし、お金も潤う、素晴らしい。2週目なんで体着マンゴーをあげて。どんな顔してんだあれ、なんか結構怖い顔してない？で、顔色めっちゃ悪くない？大丈夫？猛勉強をするか、それとも回避伸ばそうか。回避が足りない。あ、銃トレ変動床でもいいっちゃいいんだけどね。あー、なるほど。いや、巨石 OK、 行ってみよう。ズルすんだよ。あー、ズルした。ジョーカーといえばこれですよ。全然言うこと聞かない。いやー、これね、嘆くべきなんだろうけど、なんか嬉しいんだよな。今俺はジョーカーを育てるなーって、なんかそんな感じしない？うん、だけど叱る、すごく嫌そう。いや、改心する日来るのかこれ。そんで、元気だよなんで、ここで変わらず、やっぱり猛勉強かな。賢さをまずがっつり上げよっか。いや、あのデスエナジーがあるから勝てるよ。いける？お、お、お、これいった？あ、失敗なんだ。あー、マルコがちゃんとしなかったんだ。叱り続けていいのかな。いや、大事だよ。うん、厳しさは大事。落ち込んじゃった？お前落ち込むのか。落ち込むようなメンタルしてるんだ。あ、なんか人間なんかしょうもないこと言ってるわとかって、そんな感じなのかなと思ったけど、ちゃんと
反省するんだな。なんかブシュンブシュンブシュンって聞こえるけど、なんか威嚇してる。怖っ。夏味噌をあげて、まあストレスをね軽減させてあげようか。うん。じゃあこれで今月もお休みと。目標を決めたいね。あ、そうだ、あんね、普通に育成するのもいいんだけど、生まれたての時は大会で育成するっていうのもいいらしいんだよね。肉好きなんじゃね。あー、好きだわ。これは振り回してるもん。だけど肉を与え続けていいのか、あー、わからん。あのさ、公式戦さ、 E ランクとか俺行ったことないじゃん。たまには行ってみる。もう6月行けると思うんだよね。で、おーおー、飛んでった。どこ行った、お前どこ行った。え、帰ってこない。影だけがある。あー、やっと帰ってきた。そしてまたどっか行くんかい。つかみきれねえモンスターだ。6月末、うん、 E ランク公式戦行って、まあお金も稼ぎたいしね。オッケー、ナイス。いや、このね200超えの賢さとデスエナジーがあれば、まあ難なく突破できると思うのよ。はい、2周目、カララギマンゴーを上げて猛勉強。賢さをがっつり伸ばしたい。また失敗か。これ失敗するね。まあなんだろうな、こんなに失敗とかズルするけど、あれ、落ち込んだ。落ち込むんだな、ちゃんとやっぱり。あ、しっかりやった上で怒られるから、落ち込むんだ。かわいいやつじゃん。はい、今週も猛勉強。寝てる。そう、初期値が高いから失敗とかズルしてもまあ多めに見れるかなと。うん、そもそも高いからね。まあだけど、その育成してる間に少しでも忠誠度上がってほしいよね。うん、すごく嫌そう。夏味噌をあげてお休みと。ビタミンもどきあげてみようか。どうかな。嫌いな反応はしていない。あのね、ジョーカーはね寿命が短いんだよ。だからビタミンとかあげたら確かストレスが軽減されるんだっけ。まあ、そういうこともして寿命をねなんとか温存していきたいなって思うんだけど。今月末、初陣です、マルコの E ランクってことで、まずは重トレ、普通に瞑想で、来週もオイリーオイルをあげて重トレやって、で3週目に休ませて、で4週目大会で行ってみない。でしっかり成功した、偉いよ。かっこいいな、マルコ。胴体がないんだよな。229、まあまあ大丈夫でしょ。 E ランクはなんなきゃいける。で2週目に来るのはバーゲンかな。うん、バーゲンだ。買っとくか。おおすげえ、あんな飛んでくのあいつ。おどんな遊び。はい、オイリーオイルあげまして変動床。頑張ってくれるかな、頑張ってくれるかな。いった、オッケー。さあ回避をね伸ばしておきたいんです。一応丈夫さないし、107か。まあ回避はねピークに差し掛かったらいっぱい伸ばせられるかな。元気？じゃあここで普通に休ませる。そして4周目、公式戦。マルコがうずいてる。マルコの釜が血を欲している。よし、行ってみるか。 E ランク頑張れば D ランクも生きる気するんだけど、 E ランクはね今まで一度も動画にしてないからお見せしたい。さあ、まだ生まれて3ヶ月か、3月3週だもんね。うん、いけるよ。 E ランク公式戦、さあ始まります。 E グレード公式戦、明日のスターを出す若きモンスターたちが今集結。公式戦いよいよスタートです。さあ、 E ランクで怖いモンスターは1匹だけ。オクレイバン出てきました。あいつのマッハパンチに数々のブリーダーたちが涙を流した。最後ね、あいつはオッケー。まずはロンター、こいつなんてクソザコよ。マルコやっちまいな、お前の釜のサビにしてやっていいんだけど。開幕デスエナジー俺もやってみたいんだよな。
やってみるか。デスエナジー、おわバカお前いいね、言うこと聞かない、やっちまえ。おお、かわしやがった、命中率 S をかわしやがった、未毛だね、いつまでかわせるか。いけデスエナジー、バカお前、何してんだよ、やれー。おお強い、しかもガッツダウンもある、最高か。バーティー夢怖い、だけどやっぱりね足りないわ、一発でねじ伏せるような賢さがまだ足りねえ。でガッツさがやべえ、向こう90球、一発で受けるの怖い。ここはデスエナジー打ってガッツダウンもさせると。だけど相手のガッツが結構早いで、相手全然打ってこない、ひよってやがんだ、このジョーカーという存在に怖い。やめろ犬、やめろ、ひよってる、このジョーカーにひよってやがる。いやー、かっこいい、かっこいいよマルコ、お前いいよ、テンション上がるわ。ウイジン KO 勝ち、やりましたね。さあ次、ユノムールは可愛いんだ、あいつ可愛いんだよ。モッチーとライガーの合体ね、いやモッチーもね育ててみたいなって思うよね、あの主人公感たまんなくない。だけど今回は俺がヴィラン、主人公を打ち倒す存在、行ってみようぜマルコ、勝てるよ、全然勝てるよ、やってみよう。開幕デスエナジー、バカできない、今の中精度じゃとてもじゃないけど無理。ってことで違う技も見てみる、モンタ痛いかな、いや大丈夫だ、いけるデスパンチ行ってみようか、デスパンチはでも弱いの確か、痛いな、お前、お逆上するのバカ前、デスパンチ割といいじゃん、デスナックル、おいいじゃんいいじゃん、強いじゃん。そして最後に決めたね、ホップステップジャンプの最後のデスエナジー、決めろー。わー、外す、外すんか。デスナジーはガッツが何本いるんだ、あ、ちなみにデススラッシャーじゃん、デススラッシャーじゃん、やってみよう、やってみよう。もうごめんユノムール、お前は実験体だわ、このマルコ様の実験体ってわけだ、バカお前、モンタ食らっちゃう、いや大丈夫だ、決めろ、デススラッシュ行ってみようか、デススラッシュ、かっこいいって、かっこいいって、全部の技にデスをつける、この中二感、いやー当たらない、シャインシャイン、あ痛い、やべ、開ける、デスパンチでいい、もうデスパンチでいい、デスパンチいやただのパンチよマルコ、カッコつけてデスパンチは言ってるけど、それただのパンチよオッケーオッケー、全然余裕でしょ、生後3ヶ月でこれよ、余裕なのよ、 E ランクなんて。まあただ1匹を除いてはね、最後に待ち構えていますよ、オクレイマンが。さあ次はナッツ、所詮君は通過点ってところ見せてやろう、デスエナジー、いや行かないんかい、あ27ぐらい消費するのか、28か、あ今チャンスだった、あーお前も意味不明なのね、意味不明なのね、まあ赤ちゃんだもんね、まだしょうがないところはある、それはまだしょうがない、デススラッシュみたいだやっぱりね、デススラッシュ行こっか、ナッツちょっとくらっと待ってもいいか、ワンツー、おー名前言ってんじゃねえぞおい、このマルコ様に、なんてこと、強いっていうか、そもそもあいつ HP 少な、あもうオーバーキル、オーバーキルよナッツHP57 っていやナッツがかわいそう、あれはナッツが悪いんじゃないよ、ナッツを出したブリーダーがダメ、うん、あんな状態でもう大会なんてもう自殺行為よ。でなんだかんだで一番怖いって言ってるオクレイマンがね、なんか2敗してるんだよね、もっと強者感を出してほしいわ。さあリオン、こいつも弱いんじゃよ、見てよ、ライフ88で大会に出す勇気、その勇気、敬意を払ってデスエナジー、終わりだ、デス、何何、おーちょっと調子乗ってんじゃんぞ、わ最後だ、デスラッシュ、おっとかわすだと、デスマッチ、受けてみろこの拳を、悪魔の一撃、デスパンチ当たらない、やばい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 よ、いや焦るな焦るな焦るな、リオンなんて小物じゃ、デスパンチデスパンチデスパンチ、噛みつき、いや怖い、結構犬怖いの、私マルコちゃんは犬怖いの、俺は好きだけど、よーし勝った
なんだろうな、なんかマルコを操作してるとあれだな、気分が悪くなってくるな。これがジョーカーの力か。自分が育ってると思ったら逆に操られてんのよ。怖いねジョーカーは。さあということで決勝戦行こうか、オクレイマン。いやー出てきましたねオクレイマン。ライフ199、力158の回避147、まあ、それ以外はいらないっていうね、いいステータスですよ。さあデスエナジー打つか、打ってみよう。当たらない、なんとこれは失敗。あの数々の 人々が、ま、涙したこのマハパンチ、これを受けたら絶対いけない。それを受けたらこのマルコでさえやられてしまう、やられてしまう。あーよかった、怖かった。デスエナジーいけー。うおー、やっぱりライフあるね。こいつはしびれるよ、しびれる戦いだ。あいつがイン不明になってくれたらいいんだけど、イン不明だったらこっちも、あいだった、デススラッシュばっか、お前がなっちゃダメじゃん。逆水平チョップ、相手のデススラッシュも、 あれがあいつのデススラッシュか。じゃあこちらのデススラッシュもお見せしても言うと、お互いイン不明、決めろ、よし入った、強っ。本気のミスで本気のデスラッシュを見せろ。すげえ、全然違った。今までのデスエナジーと全然わけが違った。怖え、俺怖えよこいつが。みんな、俺はこいつを育てていいのか。俺は人類にとってとんでもない過ちを生もうとしてるような気がする。怖え、マジ怖え。だけど超気持ちいい。気持ちいい。この圧倒的悪の力でねじ伏せる感じ、これ超気持ちいいな。はい、というわけで、このパート何部だっけ、19ぐらいか、違う、ん19だね、うん、19で初めてお見せしました E ランク公式戦、こんな感じ。うわすごい、獲得で人気20、ルーキーのうちからみんなが大注目、そりゃそうだよな、全部 KO 勝ちしたからだよ。やったよ。で大会に出たら成長するけど、あーなるほどね、まあ3つのパラメータが伸びるっていう点で見たらまあお得だよね。うん、そしてストレスも発散されるんだよね大会出たら。まあいいじゃないですか。で疲労度合いはどうかな、とりあえずビタミンあげて、お金がね6400か、まあちまちま大会には行く必要があるかな。マルコは元気みたい、そっか、なるほど。じゃあオイリーオイルあげよっか、オイリーオイルあげて重トレやってかな。っていうかロイヤリティは結構上がってる。あーすごい、あれかな、あの全然機関坊ちゃんだったけど、2人でねその共通の敵に向かってく中でなんか芽生えたんだろうね。今回だけだぞ協力してやるのはみたいな、さそういうツンデレ感、ダニふざけやがってみたいな、そういうベジータ感だよ。12伸びる、あーまた休んじゃったこいつ、猛勉強ね。まあまあまあいいんだけどね、ズルしても3ぐらい、いや5伸びるか。なんかズルがうまいなお前。あ反省した、忠誠度上がったからか。あれれ、これはすげえぞ、もしかして今性格が、あ激悪変わんねえか、うん、逆に安心するわ。でスタイル普通ね、なんか甘やかしとあの厳しさがいい感じのバランスでいってる感じするね。で今週はオイルあげよっか、そして変動床、もう油臭い育成入ってもいいかな、寿命短いもんな、ありかもね。うん、がっつり油臭い育成で育てたジョーカーはどれくらい伸びるか。うん、じゃあ7月4週ってことで休ませない、お前はもう休ませない。夏味噌をあげて猛勉強、おちゃんと反省してるじゃん、
あ、初めてか、もう勉強ちゃんと成功したのは。7伸びる。あ、ズルでも5伸びてたしな。まあズルしてもいいよって思っちゃうね。さて、ビタミンもどき。あ、だけど油臭い癖がっつりしようと思ったけど、お金が心配かな。ああ、うん、もう その時折見せる顔怖いの君。うん。で、なんだろう。何のハガキでしょうか。修行はいかん。いかない。で、元気みたいね。じゃあ、油臭い癖。わあ、飛んでく。はい、オイルあげて、瞑想。いいね。ふんふんふん。そのガッツポーズちょっと可愛くない？らしくない。うーわ、めっちゃ伸びるもん。やっぱ最初の重トレは瞑想ご了承でいいかな。はい、夏味噌をあげて軽トレの巨石よけ。ちゃんと挑んでくれる。えらい、えらいじゃん。そう、鎌置いてきな。いらないし今のトレーニングに。怖いんだもん。さあ3周目。はい、オイリーオイルあげて瞑想と。うん、重トレは瞑想でいいかな。変動床はピークが来てから伸ばしていこっかな。16、すげえ、もう気持ちいいもん。こんなに伸びるのがさ、快感。はい、夏味噌をあげて巨石よけ。そうね、もう瞑想巨石よけのもうルーチンでいいかな。うん、瞑想したらその命中もちょっと伸びるしね。うんうん、いい感じ。さあ9月1周。あ、飛んでった。ね、目標を決めたい。大会ね、もう C ランクね、いけるようになってんだよね。 E ランク制覇したから。どうしよっか。とりあえず今月末の公式戦は出れないでしょ。まあ、出なくていいと思うんだ。次挑むとしたら C ランクでいいと思うんだ。もう D ランクを飛び級する。で、12月ワンチャンいけんじゃない。今のこの伸びるペースを見てて、賢さをがっつり上げていけば一発 KO できるぐらいの力を持てんじゃないかなと、そう思ってきてるんだよ。まあちょっと怖いのは、一発食らったらもうやばいなっていうね、回避とジョブ差がないからね。まあだけど、賢さを極振り、もう軽トレも全部猛勉強に変えて、賢さだけを伸ばす風にして、開幕デスエナジーで制覇できないかってちょっと思ってんだよ。いや、危ねえかな、一発食らったら怪我しちゃうかな。でもやる価値はある気がする。いやー、ちょっと迷うとこはな。回避もちゃんと伸ばしてあげてから、うん、大会に出るのがこいつのためではあるんだよな。 18! マジで生まれてまだ半年よ、あんた。マジかよ、マジかよ。恐ろしいよ。さあ2周目、夏味噌をあげて猛勉強。早速ズルしております。レベル上がったな。賢さ300超えたからか。ズルだとなんぼ伸びる。やっぱズルうめえな、お前。ズルしてももう睡眠学習してるもんね。寝ながらちゃんと話聞いてんだよ。おい、マルコ、お前今居眠りしてたろ。え、いや、しませんけど。じゃあこれの答え言ってみろ。根伝延年死罪法ですよ。あ、おー、そうだなって感じだよね。あ、まあ優秀だよ。だけど叱るわ。反省したもん。可愛くね。ズルして叱ったらちゃんと反省する。だけど次にはもう忘れててまたズルする。可愛くね。いや、どうしようもねえやつだけどな。どうしようもねえやつが飛んでった。ああ、どうしようもないんだけど、なんか愛着持てんなこいつ。顔怖えけど。じゃあ瞑想しよっか。いや、賢さ全振り育成で12月までやってもいいかな。なんか個人的にすげえ興味ある。どんぐらい伸びるか、気持ちいいんだもん。伸びてくのが17。あ、たまんねえ。さあ居眠りするか。しない。今日はちゃんと授業聞いてる。おお、ちゃんと優秀な一面も見せると。お、いつも居眠りしてるマルコくんがちゃんと授業聞いてる。感心感心、偉いじゃないかってなってるんだよ。いや、普通だからな。いや、ヤンキーがね、いいことしたらすっげえいいやつに見える理論ですよ。おっと、これは普通に失敗。いや、失敗するぐらいならズルしろよ。それもおかしいけどな。でも偉いな、頑張った。あ、叱っちゃった。まあいいや。うん、基本的には彼には厳しく接した方がいいだろうな。うん、その方が舐められなくていいんじゃないかな。
あ、悪いなった。いやー、でも激悪のお前も好きだよ。俺はそのままでいてほしい気持ちもあんだけどね。あー、ずるした。うん、失敗するぐらいならそうしな。おい、マルコ、眠りするな。え、聞いてましたけど。じゃあこれの答えなんだよ。カノッサの屈辱。正解だけど叱んなきゃね。叱るよ。はい、カノッサの屈辱。さあ、そろそろ成功させようと思ったけど、またズルしました。こいつマスクかぶってるからって居眠りしてもいいと思ってんだよ。え、起きてましたけどみたいな。まあ伸びるんだけどな。いやー、すごい、こいつはすげー。楽しいね。なんかジャジャ馬を運転してるような、そんな気分ですね。たまんないよ。お、今日はちゃんと授業を聞いて偉いじゃないか、マルコ君。おー、しかも答えた。すごい。はい、武家賞ハット。あ、しかも大成功。すげえ、マルコめっちゃ頑張ったじゃん。うわ、いい子じゃ、いい子じゃ。マルコは、うちのマルコはいい子じゃ。いいよいいよ。でね、悲しいお知らせ。お金がない。お金が全然ない。いや、とりあえずやるしかねえ、やるしかねえんだよ。やべえ、210ゴールドしかないよ。あ、ゴールドにせっつかれる。うわあ、朝藤さん、もうお金がないんだけど、もういつまでも遊んで暮らせへんのよ。もうその子がズルするのそんな許して、もう大会でお金稼いでくれなきゃ、うちの家計は火の車なのに、みたいな感じで怒られてます。あー、どうしよっか。決戦はね、来月なんだ。コルト、一発当てる。俺はここで一発当てるから、もう我慢してくれ、今は耐えてくれって感じなんだよ。クズ男、ギャンブルに一発かけるかのような。あー、こいつはね、夢を見せてくれる。よし、頑張ろうぜ。なあ、マルコ、スタイル厳しい。俺そんな厳しくしてる？まあ毎回叱ってるからか。そんな厳しいって思うんだったらさ、いや、とんで逃げた。まあ逃げるわな。成功させてくれればいい話よ、君がね。どうだろう。あ、今日は真面目に取り組むマルコってことは、あー、偉い。はい、やりましたけど何かみたいな。あ、やりましたけど何かみたいなね。すげえ、賢さ400あれば C ランクいけるって。夏味噌をあげて猛勉強。もう本当にね、真面目と不真面目がもう50-50。いや、なんかないか。7対3ぐらいで不真面目か、こいつは。あ、伸びるけどもだよ。まあ、ズルはしかろう。そうね、頑張って失敗したものは叱んないようにしよっか。はい、オイリーオイル上げて瞑想。瞑想は頑張ってくれる。うん、嬉しい。頑張れ頑張れ。よーし、行こう。まあいつも通りですけど、何か。全然いつも通りじゃないけどな、お前。さあ、16、ちょっと落ちてるな。オッケー、400突破。いや、結構十分かもね。回避伸ばしとく。で、来たのは多分これはバーゲンかな。いや、買う金ナイス。うわー、しかもまたせっつかれる。もう早くあんた大会出てーやーって。働いてくれへんと、その子を食わすこともできへんよって。分かった、分かってるから黙ってろみたいな。ひでえ夫だよ。巨石よけもやっとこ。やっぱり怖いもん俺。あー、どうかな。あー、オッケー、ナイス。引っ張ったな今。引きつけたわね。7か。あー、そっか。あれ、軽トレの猛勉強ってさ、10ぐらい伸びてたっけ。いや、そう思うとな、猛勉強の方がいいのかなって思っちゃうとこあるよね。で、ご飯どうする。ゼリー行く。肉も食わすやれね、うちは今。魚好きかな。ゼリー。いや、金はね、今月末に入る予定があるんだ。今月末に入る頃と安心しろ、大丈夫だ。60駄菓子しか買えん。しんちゃん、あー、しかも太陽のマーク。そう、これが出るって思ったからこれにしたんだよ俺は。よし、頑張ろう、頑張ろうな。ここで勝たなきゃ共倒れだ。え、
何それは修行？いかんいかんいかん。もう俺とトルコは共倒れで、こいつにあげる餌代もなく、もう腹を空かせたマルコは俺とトルコを食うんだよきっと。ん？トルコ違う、コルト。もうたまに言い間違えんだよ。オイリーオイルあげて、重トリやっていいかな。ビタミンもどきあげられなかったけどやっていいよね。重トレやって軽トレ休んで C ランク大会飛び級よ。頑張ろうか瞑想頑張れ。よし、オーバーキル分ね、オーバーキル分を今伸ばしております。 OK ナイスじゃ。ガッツポーズした。さあ20、やべ、来たか来たか来たか、もう来たのか。12月、もうピークが来ちまったんかお前。ちなみにマルコくんは育成のタイプ的には何なんだろうね、早熟なのか晩成なのかわからんけども、ダメ押し猛勉強。今日は先生の最後の授業だ、聞いてくれるか。聞いてくれました。こういう時はしっかりする、しかも大成功、しかもすごいな、お前すげえよ。15、お前先生の最後の授業ちゃんと聞いて挙手までしてくれて質問もしてくれて、はははは、褒めるマルコ、お前の担任になるで俺は幸せだ。分かってるって、お金がないのは重々承知してるんです。もうせつかないで、ね、もうそれ言われると逆に俺もうやる気なくすわって、もうそういうクズ男にはならないけどさ。ああ、何もあげれてないか。休ませよ。よし、来週働きに出ます。よしな、12月4週運命の俺らが生きるか死ぬかの大会の日だ。行くぞコルト、見てろ、俺らはな飛び級するんだよ。ここで一発当ててな、おめえにあたけえもん食わせてやるんだよ。頑張ろうぜマルコ。IMA オフィシャルリーググレード C 3ヶ月ぶりやってまいりました。 C グレード公式戦、未来のスターモンスターたちが集うこのグレード、エキサイティングな大会、今スタートです。よし、いけるよね、みんないけるよね。マルコは C ランクの実力あるよね。サスベイン、早速ちょっとした関門かなこれは。いや勝てるって、多分、いや勝てるよ、俺らには開幕デセナジーそれしかねえ。やれ、開幕デセナジー、いやー、足足一発でいかないのはマジで怖い。ああ離れて、お願い、消えて消えて、こっち来ないで。デススラッシュはね、ちなみにねダメージが A だったんだよ。やばいかもしれないよ。決めろ、名前言ってんじゃねえ。よっしゃごめん、力技だった、ごめん、もう間違えた間違えた、やる必要なかった。いやマルコ甘くねえ、 C ランク甘くねえ、怪我はしてない、 OK、 よかった、じゃあいい、じゃあいい、じゃあいい、 OK、 OK、 いいんだよ、いいんだよ、 3敗とか4敗とか5敗とか6敗してもいいんだよ、優勝できればいいんだよ、もう6敗して優勝できるわけねえんだよ。何勝すればいいんだ、最低4勝か、やるしかねえ、やるっきゃねえよマルコ。あの E ランクでブイブイ言わせたら、 あれはもう忘れろ、お前は今チャレンジャーだ、オフリー、クソ雑魚じゃねえかよ。よっしゃ、軽くのしてやろうぜ、いけるかな、いけるよ。開幕、開幕、開幕、開幕でせんもんや、お前の開幕カードがどうでもいいんじゃ、開幕でせんらしいじゃん、やったこれ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 だよ、最高だな、最高だよ。いやー、ほんとゴスト君の時もさ、ゴルディの時もさ、味わったあの四大大会とかさ、 S ランクとかに出てくるさ、ジョーカーたちいるじゃん、あいつらにやられてきたことを今俺がやってる気持ち、あ
の苦しかったデスエナジーね、あれが今俺の手中にあるんだよ。デスエナジーは我が手にあるんだよ。最高、気持ちよすぎる。うん、さあ次ザンバ軽くのしてやろうぜ。賢さがないやつにはだいぶ食らってくれるはず。開幕だ、開幕でいい、開幕でいい。お前はそのよし、あ、絶対一生用に育てたモンスターなんでございません。いやーセスラジーだー、あ、かまずー、やめて、お願い、かわさない。嫌だ、それ嫌だって、かわしてお願い、許して、うちの丸子悪かった、うちの子が本当にすいませんでした。やれー、あー、これはきつい、どうする、みんなきついよ、俺のメンタルが持たねえよ。どうしたらいい、受けるとしたらファイアーボールか。そうね、そうしよう。で、少し溜めないと、やっぱりもうやばいって、やばいって、やばいって、この距離やばいって。いや、今だ、今打って、うわ、かわしたもん、あの子かわしたもん。キャダ、やだ、来ないでお願い。あ、もうダメ、もうガッツとか考えるの頭ない。助けて、あぶねえ、助けて、ちょっと待って、ちょっと待って、お願い、やばい、死んじゃう、俺が死んじゃう。どうする、ギブアップすんならした方がいいぞ。尻尾ビンタ食らうのはやばいよね。 28? 溜めたら打てんだよね。あと一発打とう、あと一発。いや、こっち、さ、オッケーオッケー、それでいい、それでいい、こっち来んな、こっち来んなったら俺もう巻いて、よっしゃ、離して、キッシュ入った、ヒッシュ入った、いいか、決めろ、決めろ、うわ、当たれろ、今のは当たれたな、ギブアップ。あぶね、あぶね、あぶない、あぶない、あぶない、もういや、もういや、うん、今のはギブアップでいいよ。残り4秒でもう何もつないし、はあ、怖かった。いや、主人公補正入ってね、最後当たるかと思ったけど、俺勘違いしてた、こいつヴィランだもん、悪だもん、そりゃ入んねえわ。で、次誰だ、ヒョウウエか。で、6ガイガーが全勝してんのかよ、これはきちいな、一番、うん、相性が悪いもん。ヒョウウエはまあ相性いいでしょ、うん、彼も賢さタイプ。まあでもそう考えると、デスエナジーがね、あんまり火を吹かないかもしれないなって思うから、開幕やんない、やっとけやっとけ。ここはいつも通りのガッツさを作る感じで、その千円相当やだな、ガッツダウン技だけは受けない。おい、ちょわー、マルコ、マルコ、マルコや、マルコや、どうしてそんなんなってしもうたんじゃ、マルコや、やばいって、勝たなかったら死んじゃうって。コルトがさすがに全勝してんじゃん、ごめん、もうってなった、見てなかった、そこ、あれ、やばいんじゃない、もう優勝無理じゃない。いや、俺が残りワーランモン6ガイガーピボルス全部に勝って、サスベインが全部に負けたらワンチャンある。うん、やるしかねえ、まだ終わってねえぞマルコ、お前のその不真面目な性格だったら、あ、もう無理無理、もう頑張ってるとか、もう頑張るとかかっこ悪くねえみたいな、努力って何それみたいな、そんなやめろ。お前は今はチャレンジャーだ、悔しくねえのか、決めろよ。そう、それでいい、それでいいぞ。116ってなんじゃそれ。あ、でもお前は一撃必殺用に賢さ伸ばしたんじゃろうか、弱、オッケーオッケー、それ打っとけ、それ打っとけ、お前は、うわ、食べよう、ごめん、ちょっとごめん、焦ってるわ。80枚貯める、このバナナ系の技は弱いっしょ、ここら辺で貼っといて、貼っといて、近づくんだったら離して、いや、こっち来た、やめろ、それやめろ、それやめろ、それやめろ、うわー、きついの、痛いの、逆上した、ここで打つか、もうたまんねえわ、俺もたまんねえな。あ、でもいい、いい、ためよう、ためて、80、このギリギリのラインで、うわ、マジかよ、マジかよ、マジかよ、あーあー、マジかよ。
もういじめないで、うちのマルコをいじめないで、お願いみんな。ひどいよ、ひどいよ。マルコが、私はもうしんどいよって言ってるもん。それ違うマルコちゃん。ああ、優勝も無理か、無理だな。いやもう勉強だ、しょうがね。わかった、そんなに、うん、甘い世界じゃなかった、それが知れた、それでいいじゃないか。だからロクガイア先輩、許してもらっていいですか。ここは一発ね、僕は勝って終わるっていう、そのね、もう、まあ、だ談合なんてそんなもんじゃないですけどもね、ね、その手を打ちましょう。ロクガイアさん、ロクガイアさん、うん、その慶応負けとかやめときましょうよって言ってんじゃん。マルコ、マルコ、マルコのその倒れてる姿もういいだけ見たって。空を見上げるマルコ、怪我しないな、オッケー、大丈夫、もうそうね、怪我をしなかったらまだいい、うん。でファイトマネーはちなみにもらえるんすかね。自分一勝しましたけど、ファイトマネーもらえるんすかね。情けね。あ、もう3ヶ月生き残る分のお金さえもらえたらもう全然何も言うことないっすけど。やべえぞこれ、おいみんな、違うゲームオーバーが出るぞ。資金切れによるさ、加藤、いや、いつも通りのやつ一回やろうか。やめて、当たんないで、やっぱり回避だったね、回避だな、回避な。でももう そろそろピーク書いてるから伸びるかな。で、いつも通りのガッツためからの決めようか、デスエナジーを。そうしよう、マルコ、ショットガン撃っとけ撃っとけ、全然食らわん。さあ、最大火力99のデスエナジーを食らって、見やがれバカお前、で意味不明で、どういうことだよ。よし、おお、気持ちいい、もう一発行こうか、もう一発行こうか、やってみようか。ああ、いいじゃない、ああ、いいじゃない、いいじゃない、最後は決めようか。屈辱の、もう今までのこの C ランクの今までのもう戦い、もう全部もう大嫌い、デスマッチ。そのストレス発散の、ストレス発散用の屈辱の、屈辱のデスマッチ。ああ、当たんねえ。当てろ、一発でいい、当てろ、屈辱デスマッチ、屈辱デスマッチ、屈辱の、決めてくれよデスマッチ。いや、当たんねえし。50% そんなに外す？勝ったけども、いやー、これはな、 E ランクさ全勝してさ、ファンもいっぱい増えたじゃん、人気も20増えて、でファンたちは思ってたと思うよ、あのマルコさん D ランクすっ飛ばして次 C ランクだって、すげー、さすが名人富士山のところで育つモンスターだ、もうファームが違うね、 D ランクなんか飛び級するんだな、さてどんぐらい育ったんだろう、え、2勝5敗同成績モンスター、どうでもいいわ。お前らどうでもいいわ。いや、悲しいとこ見せちゃったな、俺のファンには。自分マルコさんが出るって聞いたんで片道3時間かけてきたんですよ、へーへーみたいな、マルコさん、申し訳ね、申し訳ね、もう合わせる顔がねえよ、ファンに200ゴールドしかもらえなかった。明日を生きるお金をください、下がった。遠征して夜行バス乗ってきた人たちもみんな愛想を尽かしてしまった。マルコすまん、これは俺の責任だ、お前は本当によく頑張った、うん、そう、改めるわ、ちゃんとしっかり育成してまた一から頑張ろう。